皆さんこんにちは。今日はご覧の通りベニスゴールドジム店からお送りします。今日はちょっとスクリプトちゃんと書いてきたのでパパパッと行っていきます。今回は私のジムライフと LA ライフを完全公開していくということで、まずは本当に私のトレーニングルーティンからジムバッグの紹介、そして私が飲んでるサプリから私のちょっとした私服まで完全に紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速まずジムバッグのアイテム一つ目から紹介していきます。シェイカーとあとこれネイチャー缶の EAA レモンアイスティー味なんですけど、最近ハマっててこれ飲んでます。でこれをワンスクープ入れて、 EAA は私はトレーニング、前に飲む時もあるんですけど、トレーニング中に特に飲んでるのでこれは必須で持ち歩くようにしています。はい、これをだいたいワンスクープ、これはだいたい筋肉量とかスタミナの維持をサポートするのと、あとはトレーニング中とかトレーニング後の早いリカバリーにとっても効くので、私はこんな感じでトレーニング中はシェイカーに。でトレーニング中のドリンクはこれと、あとプリワークアウトはあまり飲まないのでエナジードリンクをジムバッグに入れて持ち歩くようにしています。今日はお尻トレーニングしてるんですけど、マンデーでお尻トレーニングの週の1回目なので、今回の、テーマとしてはマインドマッスルコネクションに重視を置いたトレーニングをしようと思ってます。あまり高重量とかでこう追い込みすぎずに、また明後日もお尻トレーニングができるぐらいのボリュームでやっていきたいと思います。やっぱり筋肥大って本当にトレーニングをめちゃくちゃ頑張るっていうのも大切なんですけど、頑張りすぎて例えばこう週に1回しか筋トレができないぐらいお尻に筋肉痛が来ちゃうと、それもそれで効率悪いので、今日はちょっと中強度のボリュームで、今週ちょっと自分的にお尻を3回やりたい週なので、3回できるぐらいのボリュームでやっていきたいと思います。で今日のトレーニングの1種目目ではアダプションインナーサイを2セットで、今やってるのがアブダクション、お尻のウォームアップを、こちらは3セットで、この後にレッグカールを2セットやっていきます。今日のトレーニングは本当にいつもの私のお尻のトレーニングビデオと違って、結構初心者の方でも真似できるメニューになっているので、ぜひ興味ある方はやってみてください。アイテムはもちろんトレーニングベルト、ガードナーベルトを持ち歩いてます。マジでこれはね、海外旅行にも本当に最適、本当軽いし折りたためるしコンパクトで持ち歩きに便利なので、もう愛用してます。とあとフェアクリックも必ず持ち歩くようにしてます。紹介します。もちろんパワーグリップ、この前紹介したりなちゃんが作ってくれたパワーグリップ、こちらで次のエクササイズ行っていきます。次はやっぱり片足種目も必ず取り入れたいので、少し前にお気に入りだった種目を久々にやっていこうと思います。この種目はね、やっぱマインドマッスルコネクションめちゃくちゃアクティブになるので、本当に初心者の方でもがっつりお尻に効かせることができるのでおすすめです。45パウンドで1種目目、35パウンドで2種目目でスーパーセットやっていきます。次のアイテム紹介
結構あるジムもあるけどないジムもあるので、アメリカはないジムが多いので持ち歩くようにしています。あとはブーティーバンドも一つ必ずヒップスラスト用に持ち歩きます。私のヒップスラストのこだわりをちょっと紹介すると、ヒップスラストって収縮種目なんですけど、下に行った時にめちゃくちゃ伸展もできるので、その伸展を私はすごく大切にしていて、なのでベンチの高さとかも低くなくて、なるべく高い方が私はヒップスラストやる時に伸展を重視することができるのでおすすめです。今日はこんな感じで高いところ。あともう一個のポイントとしては、背中のつく場所。みんな結構この辺でやる人多いんですけど、シーソーになったと思って、シーソーの一番軸のところって左でもなく右でもなくど真ん中じゃないですか。なので自分のこの背中自体が全部シーソーの板だと思って、その板の真ん中にこの支点がつくように背中の真ん中を乗せちゃいます。結構奥まで乗せちゃいます。でそうするとシーソーが安定するので、こっからしっかり下に下がって上に上がる時もブレずに板のまま上がることができます。あら、トレーニングも最後の1種目になったので、ジムバッグの残りを紹介していきます。まずトレーニングノート、今日は友達とトレーニングしてるのでつけてないんですけど、いつもは必ず重量と回数と、その時に感じたこと、その重さを持って感じたこととかをしっかりと書くようにしています。あと水3本と、友達とトレーニングしてない時はいつもめちゃくちゃガンガンで音楽を聴いてるので、イヤホンと、あと、シュシュ、これバンキッシュのシュシュなんですけど、シュシュも絶対持つようにしてます。なんでかっていうと、このクリップのやつって例えば肩トレするときにベンチに上向きとかになったときにクリップだと痛いので、必ずシュシュも持ち歩いてます。あとは化粧ポーチ、そんな感じかな。はい、ってことでアブダクションを100回してトレーニングは終わります。次のデスティネーションへ皆さんお連れします。あと10回、90回達成しました。日が出てきたということで、プールが私たちを呼んでます。はい、今日もトレーニングが終わって、最近はマジですごい本当に仕事だらけなんですけど、相変わらずでも2週間に1回は必ずこうやってこうデイオフを作るようにしてて、でそのデイオフの日の、LA でのルーティンとしてはこんな感じで、朝は友達とトレーニングをしてから、その後ホテルのプールでゆっくりするっていうルーティンを行っているので、皆さんを今日はホテルにもお連れしようと思います。まだ息切れしてるよ。最高のトレーニングだったよ。はい、最近私がトレ後にマストで飲んでるプロテインを紹介します。ネイチャー缶のオレンジマンゴープロテインで、これクリアプロテインって言って、普通のホエイと違ってミルク系じゃないので、ジュースみたいにサッと溶けて超飲みやすいんですよ。なのでもうカリフォルニアのこの感じにぴったりで、私は毎日車に積んで飲んでます。しかもワンサービングで 20g のプロテインなので、めちゃくちゃトレ後にちょうどよくっておすすめです。ちょっとプールサイドは音楽がガンガンすぎて著作権に引っかかりそうだったので、ホテルのロビーで残りの紹介動画を撮っていきたいと思います。まず私服、私服はこれ最近ザラで50ドルぐらいで買ったんですけど、普段こんなにガーリーな私服着ないんですけど、
ちょっと今 LA にいるっていうことで洋服も楽しんじゃおうかなって思って一着だけ買ってみました。これ東京で着れるかなって感じですよね。で、質問の多かったお気に入りのトレーニングウェアについてなんですけど、もうこれは私が毎回リールで履いているバンキッシュの特にエレベートコレクションのショーツが本当に形が良くてお気に入りです。今日も履いてたこの赤も好きだし、いろんなカラーが展開があるんですけど、何がいいかって、まあ、私結構ジムシャーク、ルルレモン、あとナビゲーションっていうめちゃくちゃ桃尻になるレギンス、あとアロヨガとかいろんなこうフィットネスウェアを履いてきた中で一番お尻が漏れるっていうのと、あとスクワットした時にウエストが下がってこない、これはめっちゃ大事。あとスクワットした時にパンツが絶対透けない、これもめちゃくちゃ大事。あとなんて言ってもデザインと素材がすごくお尻が漏れるので本当におすすめです。バンキッシュのエレベートコレクション、クーポンコードエコで皆さん 10% オフになるのでぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後に私が最近毎日飲んでるサプリについて紹介していきたいと思います。まずはマルチビタミン、これネイチャー缶のマルチビタミンなんですけど、1日に必要なビタミンとミネラルがカプセルに入ってるので、これを私は1日に3回飲むようにしています。めっちゃ便利です。次にこれちょっと変わってるかもしれないんですけど、最近取り入れ始めたのがアシュワガンダっていうサプリで、これは私は毎日っていうよりもすごく疲れを感じている時に飲むようにしています。あとは、まあ、今年は減量してないんですけど、減量中とかめちゃめちゃいいなって思っていて、まあ、アシュワガンダはこう何かっていうのは調べていただければたくさん出てくると思うんですけど、主に睡眠の質を良くしてくれるので翌朝めちゃくちゃすっきり起きることができます。なので、まあ、なんか最近いろいろ仕事が詰まっていていい睡眠が取れてないなっていう時はこれを飲んで疲れを取るようにしています。いやマジでね、筋トレってめちゃくちゃ睡眠大切なんで、1日でも睡眠の質が悪いと次の日筋トレの質が悪くなっちゃうのが私はすごく今まで嫌だったので、これをこう疲れてる時とか、あ今日寝れなそうだなって思った時に一粒夜飲むだけで翌朝の目覚めが全然違うので、本当にこれはおすすめです。あとね、最近取り始めたのがクレアチンです。なんと私もクレアチン族になりました。人生で一回もクレアチンを取ったことがなかったんですよ今まで。今クレアチンウィーク3っていう感じで3週目なんですけど、結構上半身のトレーニングボリュームが上がったなって思ってます。まあ、もちろん下半身も疲れが取れやすくなったなっていうのはあるんですけど、特に上半身のトレーニングボリューム、肩トレしてる時に本当にトレーニングボリュームが上がったなって感じてはいます。もしかしたら気のせいかもしれないけど、でもちょっとずつクレアチンパワーを使って上半身ももっともっと大きくしていきたいと思います。あとはおなじみヘム鉄と亜鉛ですね。亜鉛は結構やっぱり1日の活力をサポートしてくれるので取るようにしています。鉄分は私は結構鉄分不足になりがちなので、毎日減量中増量中関わらず飲むようにしています。でこの3つはネイチャー感でもあるのでぜひチェックしてみてください。海外発送ができなかったので私はこっちのブランドのやつを飲んでるんですけど、ネイチャー感でもクリアチンがあるのでチェックしてみてください。そしてなんとこのタイミングでネイチャー感で今日からセールが始まっていて、さらにクーポンコードエコでセール品の価格から 10% オフになるので、ぜひぜひこの機会にチェックしてみてください。皆さんも、まあ、自分に必要なサプリ飲みすぎも良くないけど、その自分の必要なサプリとか、まあ、1日の食事の中で取り切れてないなって思う栄養素を取り入れて、一緒にこの夏も理想のボディを目指していきましょう。それでは、ちょっとせっかくプールに来たのにもうそろそろ日が暮れてしまいそうなので、残りのデイオフを楽しませていただこうと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。